アジア大会、中国、杭州のサッカー男子は、7日の決勝で日本と韓国が激突する。2018年大会に続いて2大会連続となる決勝での日韓対決。ライバル韓国は、レギュレーション通り、U24 代表プラスオーバーエイジ3人のメンバーで、A 代表主力の MF 李康人、イガン・イーン=22、パリ・サンジェルマン、ら実力者も揃えている。一方の日本は、U22 メンバーに限定し、同世代代表の中でも主力は招集されていない。実力的には明らかな差がある中、韓国メディア、ノーカットニュースは、日本では決勝の相手が決まると、すぐに尻尾を巻いてしまった。韓国に比べて自国の戦力が 100% ではない点をことさら強調している、と指摘。日本のメディアがメンバー構成の差を伝える状況は、すでに日本側が戦意を喪失しているようだとの認識だ。実際、韓国のネット上には、勝てそうにないので、負けた時の根回しをしているようだ、などの声もあるという。7日の決勝は、実力通りの結果となるのか。